フランソワ・ブラント、ルロフ・クレインと、身元不詳の少年。1900年パリオリンピックは、フランスのパリで1900年5月14日から10月28日に行われたオリンピック競技大会。オリンピックは自分たちの国技であると主張するギリシャの努力にもかかわらず、IOC は毎回異なる場所でオリンピックを行うことを決定した。また、この大会は、 万国博覧会の付属大会として行われたため、会期が5ヶ月に及ぶことになった。大会運営も混乱をきたし、メダルが与えられたのは、クーベルタンが運営に関わった陸上競技のみで、このメダルが実際に選手に届いたのは2年後の1902年のことであったと言われている。現在ではこの大会の陸上競技のみがオリンピックであったと公式に定められ、 歴史の浅いオリンピックの黎明期を物語る大会となった。なお、開催年である1900年は、グレゴリオ歴の規定によりウルード氏ではなく、平年であったため、開催後121年にわたり、平年に開催された唯一の夏季オリンピックであった。2020年に開催が予定されていた東京オリンピックが、 新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響で2021年に延期された結果、平年開催の唯一の夏季オリンピックではなくなった。ありがとうございます。